スズメコモクは鳥類スズメ目のコモクである。スズメコモクは世界中に分布する。ユーラシア大陸が発祥地とする説が有力だが、これには異論もある。シブリアンドアルクイーストは、スズメアモクをカラスコモクと、スズメコモクに分けた。シーケンス解析により、カラスコモクは、スズメアモクの中の規定的な側系統だと判明し、現在は使われない。 一方、スズメ小目は今でも使われるが、シブリーらのスズメ小目は完全な単系統ではなく、いくつかの修正が必要だった。また、禁煙ないくつかのトガを、スズメ小目に含めることもある。シブリーアルクイストは、スズメ小目を、ウグイス状か、ヒタキ状か、スズメ状かの三条かに分けた。その後も修正を経つつ三つの系統を認めることも、 あったが、それらに属さないいくつかの小さい系統を認めることも、あった。ヨハンソニエトールは、単系統性が強く支持される系統のみを認めるなら、スズメ小目は少なくとも9つの系統に分かれると、した。彼らはいくつかの系統には、浄化としての名称を与えなかったが、ここではそのうち、パリナエ、レミジナエは死中から浄化とし、電弱化は、ヨハンソンエトルが、 対象としなかったが、他の研究で禁煙とされた数化をまとめ、連弱浄化とした。これら旧系統の間の系統関係はまだよく分かっていない。アルストラームへ通るによると、ウグイス浄化の地目取りのお長さ在地目取り属に従来分類されていた白星さ在地目取りは、実際は、この項目内では、 基部で枝分かれした依存的な系統であり、近い原生群が存在しないため、かつて用いられたエレシャーラホルモサを再び有効名とし、独自の科エレシャーラディを設け、遺伝的距離から独自の植えとしても認められるとしている。主にヨハンソンによる。抗議のスズメモ目に含まれるとが、クイナチメドリカの位置は別の研究による。虫食いヒタキカの位置は不確実である。 スズメコモクの中で最初に分岐したとする説もあったが、同じ遺伝子を使った後の研究では違った結果が出ている。以下の都がは、国際鳥類学会議による。五重から上か知っといで後も。互いにはおそらく禁煙ではないが、便宜上まとめて記す。ヨハンソンの旧系統のうち1かのみからなる3系統。スズメコモクに禁煙で、スズメコモクに含めることもある4か。 ありがとうございます。